フォルケティングとは、デンマークの立法府。フォークは、国民の、人民の、ティングは、議会、集会の意であり、直訳すれば、国民議会となる。議会は1849年のリグスダーグ、設置以来、コッペンハーゲン中心部のクリスチャンス傍上に置かれている。議員は比例代表制で選出される。フォルケティングは179名の議員で構成される。任期は年であるが、 首相は国王の名をもって総選挙の実施を求めることができる。また、グリーンランドとフェロー諸島にはそれぞれに議席ずつが配分されている。1849年から1953年まで、フォルケティングはランドスティングとともに任政議会のリグスダーグを構成していた。両院は原則として同等の権限を有していたため、上院や 会員といった表現は用いられていなかった。両者で異なっていたのは有権者層であった。当時のフォルケティングは普通選挙で選出されており、自由主義の原動力である教育を受けた階層のほか、自営農家や貿易省などで構成されていた。1866年から1915年までランドスティングに対する投票権は富裕層に制限されており、議員の一部は 国王が任命していた。このため、ランドスティングは大部分が貴族階級や保守層で占められていた。それから数十年にわたって立法は主にホルケティングで行われ、ランドスティングはもっぱら追認だけを行う不要な機関とみなされていくようになった。1953年、国民投票により憲法改正が承認された。この改正では、ランドスティングの廃止、 フォルケティングのみによる議会の一員制への移行が定められた。傍聴席、ありがとうございます。